不条理な世界と言いましてもですね、まあその先輩格というかものすごくでかいのが裁判なんですね。特にまあ刑事裁判、その民事裁判というのはその有罪率みたいなはっきりした指標はないんですが、まあ、大体私の経験では民事裁判も刑事裁判もどちらかというと、まあ、有罪率 99.6% の刑事裁判と同じような内容が民事裁判でも行われてますね。つまり裁判官とか弁護士がですね、正しいことは何かということを追求しようという気がないのが日本なんですね。ですからこのヒエバイクラブとしてはですね、とにかく裁判に訴えられたらもう終わりっていうことなんです。それから裁判を訴えるときはどっちが勝つかもう判決を見なくても分かってるっていうのがですね、日本の裁判なんですね。まず有罪率 99.6% っていう意味はどういう意味かってことですね。私は99.6 っていうのを最初信じておりませんで、99% ぐらいあるかもしれないけど 99.6 ちょっともう1ランク上ですからね、ちょっとありえないんじゃないかと思ったら、一緒に虎ノ門ニュース出ています、須田さんがですね 99.6 で間違いないっちゅうもんですからですね、まあ、それ以来 99.6 を使っております。有罪率 99.6% つったらですね、裁判がないと同じなんですね。つまり起訴されて裁判にかかった場合、特に刑事罰ですね、その場合はもう絶対に勝てないってことですよ。それはね、勝てば非常に珍しいケースなので新聞なんか載りますので目立ちますけどね。だけど有罪率 99.6% ってことはどういうことかっていうと、刑事裁判が1000件あってですね、訴えられた人が 1000人いて、まあ1人1つだったらですね、そのうち4人だけは裁判で無罪に確定するけど、他の996人は検察が起訴した通りに有罪になるってわけですよ。だったらね、これ裁判なんち大げさなものやらないで、検察が起訴したやつの中にあんまりひどくて、これはちょっと考え直した方がいいんじゃないかっていう検察審査会みたいなものでですね、十分ですよね、これ。なんでかったら、99.6 って言ったらもうほとんど宝くじみたいなもんなわけですよ。無罪になるのは宝くじですね。ですからまあ、日本の人権は守られてないっていうことなんですよ。実は99.6% っていうのは、私は裁判の鑑定っていうのを随分やりまして、まあ、そうですね、どのくらいやりましたか、20回か30回ぐらいやってるんですが、したがって裁判所にしょっちゅう行ってですね、それで真実を述べますかなんつって宣誓したりしましてね、やるんですけども、完全な茶番なんですよ。要するに検事は、警察とかそっちの方なんですね、国家の方ですね。で裁判官も国家の方なんですよ、実は中立じゃないんですよ。で弁護士と被告が守る側なんですね。そうすると裁判官と検事の連合体に対して、権力を持っている連合体に対して、まあ、市民である弁護士と被告が戦うっていうんですから、これ勝負にならないんですね。でこれはまあ実際に裁判の鑑定とかいろいろやりますとね、まず第一にもう被告側鑑定人なんていうとですね、もう被告扱いなんですよもうひどいもんですよ。何しろなんか被告席に出されましてね、で裁判官でかい顔して、君はなんだっていう感じなんですね。ひどい時はですね、もう最初から鑑定人の鑑定なんか聞く気がなくてですね、居眠りしてる裁判官とかね、それからもっとひどいのは内職してんですよ。明らかに聞きもしないで内職してんですよ。書類書いてんですよね裁判をしながら聞きながら書類書いたりしてるんですよ。もうひどいもんなんですよ本当にね。こうもちろん裁判所としては本当はですよ、鑑定人っていうのは社会的にもある程度地位があって、忙しい中を一生懸命調べて鑑定書を書くわけですから、やっぱり裁判所もそれなりにですね、裁判所に常識っていうのがあれば、ちゃんと控え室かなんかあって、そこにどうぞっつって、いや今日は事務官が出てきてですね、今日はどうもご苦労様ですと、裁判を正しくやるために、まあ、先生の鑑定をお願いしたので、ぜひ一つよろしくお願いしますぐらいの感じ。それから、裁判の、なんて言いますかね、
その裁判するとこに入ってもですよ、それは裁判官にしても陪審にしてもですね、書記さんにしても検事にしてもですね、やはり鑑定人というのはお客さんだっていう取り扱いをちゃんとしなきゃ全くしません。これは私が、邪険な扱いを受けたからその恨みを晴らそうっていうんじゃなくて、それが全部なんですよ実は。ですから例えば原告が検事側が国だったりですね、それからなんか検察側だったり、僕のやった裁判ではですね、例えば交通事故の場合ですと、大きな保険会社だったり、それから傷害事件だと、刑務所の人が側だったり、こういうことになるとですね、もうほとんどダメなんですよ。というのは裁判官は最初からですね、官ですね。だからまあこれは今日この前もあったんですね、そのネットにですね2つニュースが流れてるんです。1つが民間のニュースなんです。1つが政府のニュースなんです。そうするとね、テレビ局の人はもう政府がこう違うこと言ってますから、この民間の方は消しましょうって言うんですよ。なんで消すんですか？いや政府が言ってるから。あ、政府が言ってるの正しいって分かってんですか？っつったら、そこで初めて気がついて黙りましたけどね。だけど日本っていうのはまあある意味じゃ良かったわけですね。お上が悪いことはしない、お上は常に正義であるっていうことでですね、良かったんですけども、それはですね江戸時代までなんですよ。江戸時代はまずみんなが嘘つかないっていうのが前提なんですよ。実は日本の裁判というのは西洋の裁判と全く違ってですね、でお知らせに引き出されたら、大川越前守みたいな裁判官が出てきてですね、お前はやったのか、恐れ入ります、やりました、こういう感じが前提なんですね。つまり人間は正直である、まあ日本人は礼儀とか誠とかですね、まあ、そういうのを重要視しますから、それで良かったんです。ところが西洋の裁判というのはですね、嘘をつくのが前提なんですね。だから日本の文化の中に嘘をつく、日本のように嘘をつかないということが社会全体の過程になっている。お天道様の前では嘘をつかない、まあ、ところがヨーロッパとかそういうとこは、中国とかはですね、お天道様の下なんて意識ないんですよね。だから嘘をついて得した方が勝ちっていう考えで、全然日本と違うんですね。まあ、日本の場合嘘ついて勝ったって地獄に行っちゃうよっていうような感じなんです。舌を閻魔様に舌抜かれちゃうよとか、そういう感じなんですけど、そういうの全くないんですね。もう宗教観から人生観から正義観から全部違う。それを明治の初めにヨーロッパの裁判制度の方が優れていると誰かが思ったんですね。それで、日本の裁判に西洋の裁判を導入した。それはまあ接ぎ木みたいなもんですからダメなんですね。しかもシステムとしてはですね、現在最高裁事務総局っていうのがあってですね、これは役人ですね。役人が裁判官の人事を決めてるんですよ。実にこれはダメなんですね。本当は裁判官っていうのは専門家ですから、裁判官の中で裁判官を選ばなきゃいけないんですよ。これこうじゃなくちゃダメなんですね。だけどアメリカも大統領が裁判官を選んでおりまして、トランプ大統領が大統領の時には保守系が増えるとか、まあ、こういうふうになるわけですね。しかしこれは実はこれは日本の制度でもヨーロッパの古い制度でもみんなそうですが、専門家、裁判官って専門家なんですね。つまり誰が何と言おうと裁判官の心で正しいと思う方を無罪、悪いと思う方を有罪にするわけですから、例えば首相とか大統領があいつは有罪にしろっつったって有罪にしない、それから身分も保障されている、こういう専門職っていうのはですね、お医者さんとか裁判官とか大学教授なんかが典型的なんですが、これはですね仲間内で決めるのが原則なんですね。仲間内で、あなたは今度最高裁裁判官になってくださいとか、あそこの地方裁判所を担当してくださいって仲間内で決めるんですね。まあ、大学教授もそうです。それからお医者さんも本当はそうなんですね。まあ、この頃お医者さんもずるくなってなんかダメになってきつつありますけども、お医者さんに A という注射を打ってくださいとかって言ったら、そういうことはできないんですね。症状だけを言って判断はお医者さんがやるんですね。どういう薬を出してどういう注射をやるかっていうのはお医者さんがやるんです。大学教授もそうですね、自分のクラスに
クラスというか講義にですね、理事長とか学長の息子がいても何を教えるか、その理事長とか学長の息子のにどういう点数をつけるかっていうのはもっぱら教授の、目算図にかかってる。これが専門家なんですね。で、専門家は解雇されない。自分の判断が優先される。人事は例えば教授会なら教授会の中で学部長を選ぶ、そういうことによってですね、専門家としての意味を成している。それができれば私は日本の有罪率というのは80% か 60% ってなっていくと思うんですね。しかし今は最高裁事務総局が人事権を握っております。したがって国の方針と違う判決を出した裁判官は直ちに家庭裁判所とかそういう下の裁判所に配置転換になりますから、したがってほとんどが国の方に優先ということになります。で、国の方に優先ということになると、もう検察がですね、十分に調べた刑事事件なんかは有罪率 99.6% になってしまうということなんですね。これはもう大至急改善しなきゃいけないんですが、一人一人の国民はですね、裁判があるってことが大切で、正義を守るためには日本に裁判制度がなくちゃいけないと思ってるんだけど、やっぱり自分の現在とか自分の人生では裁判ってやっぱり遠い存在なんですね。だから武田先生有罪率 99.6 でこれは直さないかん言ってるけど、俺の人生じゃなっていう感じでほたらかされてるんですね。だけどもやがてその人も何かの機会に裁判をする必要あったら、しまったと思うでしょうね。だけどこのひばりクラブでは、制度全体を変えるというんじゃなくて、このひばりクラブに入ってる人はですね、そういうことだということをよく覚えておくってことなんですね。私も大きな出版社とかそういうのを相手に名誉毀損裁判なんかやったこともあるんですが、ほとんど負けます。なんでかっていうと、裁判官は必ず大きい方が勝ちなんです。例えば NHK なんかの、例えば受信料不払いなんかって必ず NHK が勝つんですね。そういうふうにできておりますので、それをよく知って、自分の人生を歩むということがいいんじゃないかと思います。もう日本の裁判制度はこれだけ腐ってきたらですね、なかなかこれを現在の人が生きている間には直すことができないと思います。